ブルーホールは星野幸信による SF 漫画。1991年から1992年までミスターマガジンに連載された。1992年から1993年にかけて KCDX から全2巻が刊行され、その後も2度にわたり文庫化された。中国語、フランス語に翻訳されている。続編にあたるブルーワールドは 1995年から1998年まで月刊アフタヌーンに連載された。1996年から1998年にかけて KCDX から全員4巻が刊行され、2001年には文庫化もされた。韓国語、中国語、タイ語に翻訳されている。本校ではブルーワールドについても説明する。ブルーホールドは一種の海底洞窟である。 そこでは不思議な現象が見られ、その底には巨大な怪物が潜んでいるとも言われる。この作品では、ブルーホールが現代と過去を結ぶタイムトンネルであったという設定で、恐竜が跋扈する世界でのサバイバルをストーリーの中心として、太古の生物性を緻密に描いていく。特に恐竜の描写に力が注がれている。ブルーホールでは、 生きる者への情愛と自然への異形の念が強く訴えられている。ブルーワールドでは、その後の進展が登場人物を変えて描かれ、ブルーホールと大量絶滅の謎を SF 的に追求しながら、極限状況における人間の生き方を描いてゆく。アフリカ東南部、マダガスカル北東のコモロ諸島に住む娘ガヤは、シーラカンスの密漁者であった。 彼女が発見したブルーホールは約6500万年前の中世代白亜紀の北米大陸と繋がっていた。ホーク博士は自らの名声のためにブルーホールを通して現代の汚染された水と大気を白亜紀世界のそれと交換しようとする。調査団の一行はブルーホールに吸い込まれ過去の世界に投げ出され最強の肉食ジューティラノサウルスレックスや 進化の頂点に達したステノニコサウルスなど様々な恐竜の脅威に怯えるが、草食竜、ラムベオサウルスとの交流など心温まる体験もする。彼らは別時代の生物であるはずのクロノサウルスやサンヨウムシとも出会っていた。古生代につながるもう一つのブルーホールが存在したのだ。時空のネットワークは生命誕生の真相など多くの謎を解明し、 人類の活動範囲を無限に広げる壮大な可能性をはらんでいた。白亜紀は大量絶滅の時代でもある。絶滅の原因ともされる超巨大隕石が地球に迫り、その衝突エネルギーがブルーホールを通じて現代世界へ吹き出す危険があった。ホークは現代の人間世界のために過去の生物を犠牲にしようとする。刻々と変化する状況の中で、 ガヤはクロノサウルスに導かれながら恐竜たちを少しでも生き延びさせようと仲間たちと努力を続けていく。地質時代に何度も起きた大絶滅の原因の一つにスーパープルームによる巨大噴火の影響がある。多くの大絶滅において天体衝突の前に噴火が始まり、二つのカタストロフが同時発生していた。衝突の激震が地時の影響で、 地球内部の軸を歪ませ、地殻内部のマントルから発生したプルームが、過去の地表へ上昇したと考えれば、この理由を説明できる。その後に海底に残ったジバループが、ブルーホールなのだ。プルーム跡は世界に10カ所以上あった。マダガスカル海域のブルーホールは、天体衝突の被害により使えなくなっていた。イギリスのネスコで新たに発見された。 ブルーホールは1億4500万年前のジュラキ、後期、ゴンドアナ大陸の下流地域につながっていた。しかしそのブルーホールは地磁気の衰弱により消滅し、米への軍人を中心とした調査チームはジュラキに取り残される。消滅時の事故により人員は200人余りに減り、さらに同様の中で巨大なバロサウルスの群れに踏み荒らされ、残ったのはわずか19名と、 戦車二台であった。翼竜が飛び交う世界で、ジュラキ最強とされるアロサウルスや、それをはるかに上回るユタラプトルの脅威の中で、サバイバルが始まる。地球磁場の周期的な消滅が大規模な噴火活動に、繋がるという大絶滅のパターンが、ジュラキ末期にも現代にも起こりつつあった。現代世界で、アメリカのバミューダ海域に新たに発見された、ブルーホールは、 5億7千万年前の古生代、カンブリア紀に繋がっていた。そのとても地球とは思えない環境は爆発的な進化と繁栄の時代でもあり、地球磁場が極めて強大な時代でもあった。その磁力をブルーホールを通して現代にもたらせば人類絶滅を回避できる可能性があった。カンブリア紀を経由してジュラ紀に救援が送られることになり、 調査チームは別のブルーホールを目指して約1万キロの皇帝に踏み出す。ヒソチョウの飛ぶジャングルを踏破し、ギラファティタンと共に出現を行き、隔離された高地で人類の遠い祖先かもしれぬ原始、哺乳類たちに出会う。イカダで激流を乗り越え、バロサウルスの背に乗り、翼流を資材としてハンググライダーを作り、彼らは人類世界への帰還をかけて人地を尽くす。 生きるために仲間を犠牲にすることもあった。彼らの中には自分一人でも生き残ろうとする者も,もいれば仲間のために己の命をかける者も,もいた。ブルーワールドに関するカテゴリー。ありがとうございます。